弾丸デスマーチへようこそ。今回は海上自衛隊の輸送艦と DDH ヘリコプター搭載護衛艦3艦種の性能を比較していきます。今回比較対象とする護衛艦は1、大隅型輸送艦2、日向型護衛艦3、出雲型護衛艦以上の3隻を6つのパートに分けて徹底比較していきます。第2回目の今回は搭載兵器からスタートです。このパートでは各護衛艦に搭載されている兵器について見ていきましょう。ミサイルや防御兵器の説明に行く前に、まずは主砲について軽く触れておきます。写真を見れば一目瞭然ですが、当然どの艦も主砲は搭載していません。当初、大隅型については、甲板前方に 76mm 砲1機を設置する計画でしたが、予算の関係で初期搭載は断念し、後日装備することとなったものの、現在でも搭載されていないことから、必要性はそこまでなかったものと思われます。主砲1門くらい最初から買ってあげてよ、と思っちゃいますが、輸送艦が主砲をぶっ破しないといけない状況なんて、それすでに敗戦濃厚ですよね。ただ、近年の水陸機動団の創設により、大隅型から AAV7 が発艦可能なように改修が施されていますので、AAV7 の揚陸支援という意味では、主砲はあった方がいいような気もしますが、まあそれは他の艦がやればいいか。はい、それでは本題の搭載兵器について見ていきましょう。日向型は最低限の固艦防空能力を持っており、セル数が少ないながらも VLS を搭載しています。VLS には対空ミサイル発展型シースパローと、最新の対戦ミサイル07式アスロック、が格納されており、基本的には16セルのうち12セルがアスロック、残りがシースパローという配分になっています。 VLS の詳細は別動画主力護衛艦比較シリーズで解説していますので、興味のある方は概要欄のリンクからご視聴いただければと思いますが、マーク 41VLS には1セルあたりシースパローを4発格納できるので、この艦には16発の対空ミサイルと12発の対戦ミサイルを積んでいることになります。ほんと最低限という感じですね。また、一応魚雷発射艦も装備しており、97式単魚雷が発射可能なので、アスロックと合わせて対戦戦闘も可能となっています。続いて対地兵器についてです。対地ミサイルなどは、どの艦も搭載していません。これは、この3種の艦に限った話ではなく、海上自衛隊では対地攻撃を想定していないため、他の護衛艦でも、主砲以外の対地攻撃兵器は搭載していません。しかし、現在日本政府内では、敵基地攻撃能力の付与が検討されているので、近い将来、トマホークなどの巡航ミサイルが運用されるかもしれません。というか、ぜひ配備してください。防御一辺倒では国民の命が守れないことは明白です。ちなみに、固定武装というわけではありませんが、大隅型では、多連装ロケット砲システムマルスを甲板上に展開し、対地攻撃の準備を行う訓練を実施したことがあります。攻撃訓練をした、ではなく、攻撃準備訓練をした、というところが微妙ですが、これは、離島奪還演習の一環で行われたものです。艦上からマルスを撃てるのなら、地対空ミサイルや地対艦ミサイルも艦上から撃てるのでは、と素人考えをしてしまいます。陸上での使用を想定したレーダーシステムを、艦上で運用するには、揺れや波風への対処は必要なのでしょうが、それができれば安上がりで柔軟な運用が可能になります。
ロシアではこのような思想のもと、艦上運用が検討されたらしいですが、その他の先進国で例がないということは、まあ難しいのでしょうね。大隅型は純粋な輸送艦なので、最低限の最低限、近接防御火器、チウスが2門のみです。出雲型も、日向型より多用途性を持たせるために、VLS は搭載しておらず、防御機器としては、チウスに加えて、護衛艦で初めてシーラム探査無を2機設置しています。シーラムは、要素技術や基本設計が、サイドワインダーやスティンガーなどの既存のミサイルを流用しているため、開発開始から1年程度で試射が行われるなど、コスト低減と開発時間短縮を意識して作られました。シーラムは、打ちっぱなし能力に加えて、シウスと同様のプラットフォームに設置されており、独立した迎撃システムとなっています。また、米国製のシウス・ファランクスの射程は、せいぜい2キロほどなのに対して、シーラムは、最新のブロック2では、射程15キロとなっているので、まずはシーラムで迎撃し、撃ち漏らしをシウスで片付ける、という運用になるのでしょう。ただし、DDH には必ず他の護衛艦が随伴するので、出雲が直接迎撃行動を行うような事態になったら、かなりまずい状況と言っていいでしょう。ちなみに日向と出雲に搭載のファランクスは、ブロック 1B 型になっており、光学照準機能を持つため、不審船などの小型、高速の水上艇にも対処可能になっています。まあつまり、水平射撃が可能ということですね。その他のソフトキル防御装置としては、対艦ミサイル欺瞞用のアルミ箔をばらまくマーク137や、魚雷欺瞞用の栄光デコイなどを装備していますが、出雲型では、秋月型から装備されている、当社型静止式ジャマー FAJ と自走式デコイ MOD を搭載しており、より、対戦防御力が向上しています。簡単に言うと、当社型静止式ジャマーは、海中に浮遊しながら妨害音を発し、自走式デコイは、その名の通り、自走しながら音響欺瞞を実施します。実際の運用としては、当社型静止式ジャマーが妨害音で敵魚雷のソナーセンサーを妨害し、それによって目標を見失った魚雷を、自走式デコイへ誘導して本艦から引き離します。ちなみに大隅型には、栄光デコイすら搭載されていないと思われます。通常、栄光式デコイは、このような艦尾の発射口から、ケーブルにつなげて海面に投下されますが、大隅型にはその発射口が見当たりません。これは、後部にウェルドックを設けているので、スペース的な問題と、輸送艦が前線かつ単艦で行動することはないので、そもそも割り切られたのだと思います。ここに発射口っぽいのあるじゃん?と思った方、この穴は軽流作用なので関係なしです。この辺はあまり自信がないですが、まさか兼用ってことはないと思うので栄光デコイはないはずです。間違っていたら教えてください。それではこれで、輸送艦。DDH 比較シリーズの第2回は終了です。次回は、レーダー、からスタートします。まあ次も見てやるか、という方は、いいね、チャンネル登録、ブログ閲覧、お願いします。また、動画のリクエストも待ってます。